ITIP プラットフォーム経路の解説動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では FX インプットについて解説します。 FX インプットとは、任意のインプットカメラ入力信号、ラムレコーダー、クリッププレイヤー、スティル、カラーマットなどに対して DVE や色補正などの処理を事前に仕込んでおける機能です。グラフィックの配置が異なるパターンや色補正が異なるパターンを事前に用意することができ、クロスポイントへのアサインも可能なので、ライブ制作だけでなく放送番組でも有効、便利な機能です。それでは FX インプットを使ってみましょう。ケイロスクリエイターの FX インプット設定画面でメニュー FX インプットから New FX インプットを選択すると、ソースを表示するウィンドウが開きます。今回は RAM2 の素材を選択します。この映像をオリジナルにしてバリエーションを作っていきます。先ほどのオリジナルを複製し色補正を加えます。パラメータービューのラットコレクションセッティングをオンにし、インデックスをシネマブライトに設定します。ライブビュー画面で確認します。オリジナルとはルックの異なる映像になりました。次に DVE を加えたパターンを作ります。オリジナルをもう一度複製します。コーナーピニングで変形しましょう。このように FX インプットを使用することで、同じ映像でも色味を変えたり形を変えたりして事前に仕込んでおくことで、クロスポイントボタンにソースとしてアサインし、瞬時に映像を切り替えることが可能です。Panasonic.